久しぶりですね、こういう形でね語るのはね。今朝は、Apple の MacBook Pro の発表があったんですかね、まあ、またなかなかね、悩ましいまあ私は当然ちょっとね買えませんけれど、何でしたっけ、プレミアプロとかで動画編集するのにね、上のタッチバーは使いやすそうですね。タイムラインの送りとかにね、まあお金があったら買うでしょうけどね、まあないので全く買えません。先に振っときましょうかね それで昨日かな、実は、YouTuber っていうか今はもうツイキャスだからキャス主かな、秋葉さんがね、横須賀に、お見えになってましてね、まあちょっとねご案内も差し上げてね、いろいろこうお連れしたいところもあったんですけれど、まあご本人がねやはりご自分のプランも終わりみたいでね、まあ今回はだから凸するのをやめようと思ったんですけれど、まあ全然ね顔を出さないのもね角が立っちゃいけないと思ってね、一応顔だけ出しました。でももう10年くらいね、本当横須賀はね、まあ通るんですけどね、仕事とかでね、でも全然もう降りてっていうか、まあ降りるとかそういう表現、まあ地元なんですけれど一応、まあ私横須賀にもう30年近くね住んでました。今最近ちょっとねこっちもうちょっと三浦の方に越してきたんですけれど、まあ会社潰してね逃げてきたっていうかね、まあ逃げたわけじゃないんですけど、でまあね30代っていうか30から、50歳くらいまでね、もう横須賀につい最近まで横須賀にずっといましたんでね、まあ、私にとってはねそこで結婚もしましたしね、まあ、昨日秋葉さんがその行った場所なんてね私の元嫁の実家のすぐそばですからね、その辺に私本籍置いてますからねまあね本当は本当いろいろ返す返すもいろいろご案内したかったんですけど、まあご本人のまあプランもあるし、まああんまりね私がこう余計なこと言って私がコビチューバーとかね売名 YouTuber と思われても困るんで、まあ別に私は秋葉さんにおごってもらったりね、まあめぐいんですらね私はおごったことありますよねまあどっちかというと向こうの方が稼いでますけどね、トップ YouTuber だしね、私のような底辺 YouTuber がまあおこがましいんですけどね、まあ一応年上なんでね、まあ武士は食わねえとじゃないですけどいつだったかね、若い YouTuber が遊びに来て、その時私手持ち2万円しかなかったんですよね。で突然出てきてね、まあでもね私が払わなきゃいけないでしょ、まあ、20歳そこそこのいやまあねかっこつけるのも大変ですよまあね、ただまあ年取って、まあ、知恵があるんでね、なんとか食いつないですけどね、まあね横須賀って結構ねディープなところなんですよね。まあいろいろで、あと若い人たちが元気がいいんでね、本当いろ、まあ楽しめる街になってると思います。まあ町おこしというか活気があるんですよね。小泉さんなんかもね横須賀ですけれど、元首相のね、あとメグウィンがね横須賀出身、まあご実家がね横須賀で、またそれもねまた元嫁のねまあいいやあんまり言うのやめておきましょう。まあ私もねだから横須賀に30年いましたから、いろいろね、まあ、本当はね一緒にこう秋葉さんとはね、あと昨日トビちゃんなんかも来てたんですけどね、一緒に飲みたかったんですけどね、ね、まあ無理に私がね強制してもいけません。でも本当にねドブ板ベースで働いてる頃は毎晩飲んでましたからね、もういろいろ思い出ありますよ。まあ、そういう動画も過去にあげましたけどね、またどっか貼っときますけどねまあ見てみてください。まあ、ベースの思い出っていうんでね、結構たくさん動画あげたような気がしますね、昔。あとね、久しぶりにね行って、まあ昔ダイエー、まあ、ショッパーズプラザってなんですけど、そこはダイエーだったんです。今はねイオンになってるんですかね。そこの2階にね、
クレープハウスユニっていうところがあるんですよね。まあ私の飲み友達、ドブ板で昔よく飲んでたんですよね。雅子さんっていうね、昔はまあそこそこ美人、いやいや今でも美人ですけど、年取っていやいやいや今でもお若い。私のね、あの知り合いがやってるクレープハウスがありますんで、もし皆さんね、横須賀来られて、ショッパーズプラザでね、あの塩入の駅が近いんですけど、まあ中央からも歩いていけますけどね、もしあのクレープが食べたくなったらぜひ行ってみてください。こんなこういう人がいますから。ハーマの名前出せばね、何かサービスしてくれるかもしれません。雅子さんに昨日私の YouTube を教えといたんだけどね、この動画見てくれてますかね。まあね、今日はそんな話でした。まあ返す返すもね、まあ、ただあの秋葉さんもね、なんかお孫さんが生まれるようなあれで急にまあね、急遽引き返すような話もあったみたいなんでね、またね改めてお越しください。あのまあ余計な口は挟みませんけれどね。まあ一応地元なんでね、いろんなこと知ってますから、まあ私なんかがね動画で語るよりも、まあ、秋葉さんなんかが動画で取り上げた方がね、あの影響力大きいでしょうから、まあ、私もねちょっとずつまあ横須賀のこともまたこれからね、動画で取り上げていきたいと思います。まあ、このね、iPhone7 プラスと、このオズモモバイルね、これ使ってまた皆さんにねご紹介できればと思います。まあ今日はそんな話でした。じゃ久しぶりに言いましょうかね。それでは皆さん、チャオ。